はい今度は、えー、淡島神社から漁港の方を散策してみたいと思います。えー、本日は日付、えー、2020年1月あごめんなさい2021年1月1日元旦ということで、えー、元旦の、えー、和歌山市加田の散策です。でこちらは右手が、えー 猿、えー、行,行,行者堂ですね、階段上ると、えー、小さい、えーまあ、お寺みたいなものがあるようです。で、えー、このまんままっすぐ行くと、えー、左手に見えてきますのが、友ヶ島行きの、えー、船乗り場です。 友ヶ島は相変わらず人気ですがただこうして冬の間はですねあの風が強いので比較的欠航の可能性が非常に高いので友ヶ島を目当てにいらっしゃる方はご注意くださいまた、友ヶ島に行く方はもう一つ注意しなければいけないのが飲み物など。 ですねまあ、本日も元旦なので、えー、あまりお店がやっておりません。で、友ヶ島行くときも平日ですと周辺のお店がほとんどやっておりませんので、えーあのー、しっかりお水、まあ、水分とかあとは食べ物なども購入していってください。現地にももほぼないいいいと言ってもいいでしょう、えーまあ暖かい時期の 土日なら、まあ、一応お店はやっているようですがまああまり期待しないで行かれた方がいいかと思います。で今正面に見えますのが友ヶ島行きの船の2隻ですね左の船と右の船それぞれラピュタ号だったと思いますが、まあ、これに乗って友ヶ島へ行くというところですね。この辺がチケット売り場と あともう最終の売,売店です。もうこの売店で、えー、買わなかったらもうほぼ何も買えませんので、えー、ご注意ください。で、船乗り場には一応トイレがありますんで、えーまあ、ここでトイレ最,最終じゃないですけど、済、まあ、ませておいた方がいいかと思います。で、えー、こうして今度は漁船が見えてきました。 まあこ,れこの赤い橋は花壇の象徴的な橋の一つでもあります。でこうしてまあこの辺は漁港さんの駐車場ですね月き決め駐車場だったりします。こちらは船をメンテナンスするために使う設備のようです。 何て言うのか分かりませんが、まあこ,こ,えーまあ、このレールを使って船を引き上げて、えーまあ、塗装をしたりとか、あとは船の裏側についたあの貝殻とかを落とすようです。まあたまにえー、なので、まあ、何台かは使えるしっかり使えるようですね。 まあこれも象徴的なまあ漁港特有のものかなというところです。でこうしてみますとなんか料金の案内がありますんで、えー、しっかりまだ稼働しているみたいです、ね。まああんな料金があるってことはまあ漁港というかあの漁師に。 皆さんだけでなくて一般の方も船を持ってくれば使えるということなんでしょうかまあ船を持ってないんでよく分かりませんけど正面堤川の向こう側に見えてきたのが漁協の建物です、まあ、あの先ほどの船を引き上げ 機械を使いたい時はあちらの漁協に問い合わせるのでしょうか、まあ、詳細は先ほどの看板をよく見ないとわからないというところですね、はいまあ、とにかくこの堤川を渡って漁港の漁協の方に行ってみたいと思います。 時期にもよるんでしょうか水が引いていて住んでいたりするとこの辺この橋の周辺には大きなアメフラシがよくいますその大きさに外国から来た方は非常に驚いていましたまたあとはこの辺にはフグの赤ちゃん赤ちゃんっていうんですかね子供小さいのフグが群れを成して 泳いでいるんで非常に可愛らしい姿を目にすることができます。で左は、えー、まあこの辺でも有名っていうかまあ有名な、えー、釣り船の一つである三宝丸さんですね。駐車場も綺麗ですし、えー、なんか照明をつける工事もしてたんで非常に利用しやすい宿です。でこちらが、えー、漁協さんですね。加工品直売所この下降りる。 まあこ,のえここでえ加工品を直売しているのは今回初めて知りました。でまあ、もちろん元旦ということでえ加工品の直売は行っておりませんけど、まあ、今度え来てみたいと思います。 はいいよいよ漁船が見えてきました、えー、まだまだ、えー、魚を取って出荷している生きている漁港ということで、えー、まだまだ、えー、現役の漁師さんたちが活躍中ですでひ、えー、にカダといってもいろんな、えー、形の漁師さんがいらっしゃるそうで、えー、もちろん取っている、えー、魚介類の種類も 違ってきます。まあ、そんなことを意識していると、えー、意識してみると、えー、漁船も、えー、それぞれ違う、えー、なんか用途がなんかあるんだなというのを、えー、感じます。まあその辺りも意識してこうやって、えー、見比べてみると面白いのではないですかね。